ケビン・シュワンツが乗る RGV、ガンマ・スズキ RGV ガンマ500は、スズキが、ロードレース世界選手権、GP500 クラス3専用に開発した、競技専用のオートバイ。軽量な車体と、軽快な運動性を武器とした GP マシンである。1982年をもって、ワークスとしての活動を休止していたスズキは1988年より、本格復帰を計画。 早速テスト車が製作され1987年からの参戦を開始する。過去の鈴木車はスクエア型4気筒にロータリーディスクバルブのツインクランクエンジンを使用していたが、全くの新設計車両として二軸クランク横置き、V 型4気筒とした。ライダーはケニー・アイアンズ。シーズン途中よりケビン・シュワンツがスポット参戦し、 開発のテンポは上がったもののパワー不足や、開発初期にありがちなマイナートラブルを頻発し、シーズン途中で参戦を切り上げる。目的は、翌1988年に向けての開発を急ぐためであった。1988年は、ケビン・シュワンツとロブ・マッケルニアの2名を用子振る参戦。十七年型のエンジンと全く同じ仕様で、パワーも変わらなかったが、 開幕戦日本グランプリにおいて、ライバルでもあり、前年度 GP チャンピオンでもあり、優勝候補筆頭でもあったワインガードナーと、本来の SR500 のコンビネーションが、リードバルブを逆向きに取り付けてしまうなどのミスから、本来のポテンシャルではなかったとはいえ、当時の GP 開幕戦であった、鈴鹿サーキットの S 字やヘアピンなどの低速セクションで、何度となく交わし、 ガードナーも負けじとバックストレートエンドの 130R 侵入で抜き返したりするなどの大激戦が繰り広げられた。結果は最終ラップの 200R でガードナーが痛恨のミスでコースアウト。シュワンツの劇的な勝利で鈴木復活を強く印象づけてみせた。しかしながら先ほども触れた通り基本コンポーネンツやパワーがなんだ前年型と変わっておらず、 心臓フレームと軽量化によるハンドリング性能の向上が武器という状況だったため、そのシーズンは雨の西ドイツのニュルブルクリンクとの2勝にとどまった。翌年に向けてパワーアップとフレーム合成バランスの最適化、スイングアームの左右非対称化で、前側に気筒の排気効率向上によるトルクアップなどのパワー特性最適化などによる、 戦闘力アップがなされた XR75 が開発された。それによって1989年以降は課題であった最高速でも NSR500 やヤマハユーザー500にも明確な遅れは取らなくなった。また元々低重心設計でブレーキング時の安定性に引いてていたこともあり、ミラクルと形容されるブレーキングでライバルを交わす、スタイルを取るシュワンツの活躍から、 89シーズンは、シュワンツが、最多勝の6勝を挙げた。しかし、第2戦のオーストラリアフィリップアイランドでの、オープニングラップと第4戦スペインヘレスサーキットで、トップ独走状況からの転倒。そしてオランダー視線でのトップ走行中の、マシントラブルでのリタイアなどの影響で、シーズン最速の名を欲しいままにしながらも、最終ランキングでは3位に終わっている。 翌1990年シーズンはパワーアップを果たしたもののパワー特性は扱いづらくなり最速男のシュワンツをもってしても参照にとどまった。一方のライバルであるヤマハユーザーはウェイン・レイニーの活躍でタイトルを獲得。RGV ガンマとシュワンツはまたしてもライバルにタイトルを持っていかれることとなった。そのような展開が1992年まで続き、この3年間は 数多くの勝利を積み上げながらもタイトルには無縁で終わっている。シュワンツの強さと速さがなかなかタイトルに結びつかず、シュワンツ自身も無感の帝王というありがたくないあだ名もつき始めた1993年には、同爆エンジンと吸排気系電子デバイスなどの上に、車体設計がシュワンツの特殊なライディングスタイルでなくても乗りやすい剛性バランスとなり、 サスペンション動作性も向上。また、シュワンツ自身もミスによる転倒リスクを抑える手堅いシーズン展開を心がけるなどの努力が結実。シュワンツが悲願のチャンピオンを獲得した。シュワンツによるライダータイトル獲得は82年に RG ガンマでフランコウンチーニ以来12年ぶりのタイトル獲得となった。そのシュワンツも95年の鈴鹿で引退。 その後は、アレックス・バロスや、ダリル BET の活躍を経て、2000年に、ケニー・ロバーツ・ジュニアをチャンピオンにつけている。モート GP への移行もあり、2002年をもって、開発を終了し、GSVR に後継を託した、RGV ガンマ500で活躍したライダーは、下記の通り、ありがとうございます。